欲しいものがあるととりあえずアマゾンを探してみる。すると大体売ってるな。今日はこれが届いた。ハリオールブライト、プレス式のコーヒーメーカー。ほう、よし、出てこい。よし、おう、こんなです。じゃあ早速これを使ってコーヒー飲んでみっか。でもコーヒーを作る前に説明書をちゃんと読まなきゃいけないんだな。1番、ガラスボウルをお湯であらかじめ温めておき、お湯を捨ててお召し上がりください。んー、なんだ、簡単じゃねえか。ジョボ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 。蓋をして蒸らす。蒸らす。2分ぐらい蒸らすわけか。どうなんだろうな。そろそろいいのかな。だいぶもう味が出たのかな。初めてだからわかんない。もうやっちゃう？押してみる？ビュッ。おいしょ。ビュ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 。いけ！ドド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 ド。ちょ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 。あ！結構薄いな、色が。いや、躊躇はいけない。行くんだ行くんだ。ドド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 ド。なもんかね。まだ最後まで押し切ってないよ。よし。よし、いった。ではこれを注ぎます。おお。やっぱちょっとドリップ比べるとちょっと色が濁ってるのかね。ああ、こんなもんですか。ちょっとお湯少なかったかな。まあまあこんなもんか。はい、できました。やっぱ表面にこうなんか細かい油の粒みたいなのが浮かぶね。これが本来のコーヒーのあれですかね。油分ですかね。ああ、なんかいいな。香りがワイルドだよ。あ、濃い。ああ、うま。ああ、なんともいいね、これ。あ、何これ。まろやか。何これ。ああ、こういう味になるんだ。あのいつものさっぱりした味わいじゃない。ちょっと飲めっこい舌触りになる。驚いた。飲めっこいって方言だ。ちょっとわかんないよね、普通の人には。いいんだよ、わかんなくたって。このコーヒーを飲むとわかる、どういう意味かは。飲めっこい飲めっこい。